こんばんは。神奈の本棚へようこそ。管理人の神奈と申します。よろしくお願いします。というわけで本日はですね、今週の一冊ということで、今回からちょっと新しく企画を始めたいなと思うんですが、定期的に動画が上げられていないというところも、憂慮いたしましてですね、今回から、毎週に1回ですね、今週の一冊という形で、その週に読んだ本を、一冊ご紹介しながら、それに関連する本だったり、それに関連する話だったりっていうことをちょっと雑談っぽく喋るっていうような企画をやっていきたいなと思っております。ちょっとね、毎週と言っておきながら、本当に毎週あげられるのかはちょっとまだ定かではないんですけれども、できる限り頑張っていきたいなと思っておりますので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。はい、というわけで、それでは早速ね、今週の一冊をご紹介したいなと思うんですけれども、今週の一冊がこちらですね、絶滅動物物語という、作品になります。こちらは、漫画になるんですけれども、そのタイトルの通りですね、絶滅動物に関する、物語を扱った作品となっております。内容としては、今までに絶滅してしまった動物っていうのが、いかにしてその、絶滅までの道筋をたどっていったのかみたいなところを、物語調に描いているっていうような作品になってまして、いろんな動物のね、お話が短編集みたいな形で、まとまっているものになってます。実際載ってる、動物でいうと、ステラー海竜、モーリシャスドード、アメリカバイソン、オウミガラス、ピレネアイベックス、旅行バト、キタシロサイ、ニホンオオガミという形で、合計8種類のね、動物に関する物語が、載せられています。単純にその、絶滅した動物に関する知識っていう意味でも面白いですし、単なる物語としてもね、すごく面白い仕上がりになっている作品なので、割とね、読みやすく教養にもなるみたいな、いい漫画だったなというふうに思います。で、ちなみにこの作品では、絶滅といっても、いわゆる人の手によって絶滅まで追いやられてしまったみたいな、動物が描かれているので、例えば恐竜みたいな過去大昔に絶滅してしまった動物みたいなところは基本的には描かれていないです。なのでこの、物語の中で人間たちが例えば乱獲をしてしまったせいでその動物たちがいなくなってしまったみたいな、人間の業みたいなところを絡めて物語風に仕上げて描いているので、すごくそういった意味で深みのあるというか、いろんなことを考えてしまう作品ではありました。この、絶滅っていうテーマの中に、その、人間の生活であったりとか、動物と人間の関係性であったりとか、動物を大切に扱う人、あるいは逆にその動物を物としか見ていないような人みたいな、いろんな視点での思想だったり感情だったりっていうところがうまく物語上で描かれていてですね、なかなか日本に住んでるとその、絶滅動物ってそもそも野生動物っていうところに、対しての、動物の絶滅、あるいは野生動物そのものに向き合うみたいなタイミングってなかなかないと思うんですけど、やっぱり一人の人間としてこの絶滅っていう問題はやっぱり身近に感じていなきゃいけない、ものだなというふうにはこの作品を読んで感じた部分だったので。そういったね、改めて動物っていうものが自分たちにとって、どういった存在なのか、どう共存していかなきゃいけないのかみたいなところを、考えるきっかけとしてすごくいい作品だったんじゃないかなというふうに思います。単純にね、すごく絵も良くてですね、動物のリアルさと可愛らしさみたいなところが共存した雰囲気で、動物の愛らしさと、それが絶滅してしまうっていう悲しみみたいなところが、すごく漫画として綺麗に描かれているのが良かったなというふうに思います。こちらすごくおすすめの一冊でございました。せっかくなので一つね、中身の方も紹介できればなと思うんですが、僕がね個人的にすごい印象深かったのが、オウミガラスという、動物の、物語でして、このオウミガラスっていうのが、いろんな要因から個体数が少なくなっていってしまって、とある島に本当に数十数十羽しかいないような状態にまでなってしまっていたんですけれども、そんな中でこう数が減ってしまったから、こう世界中の博物館がこぞってその剥製にしてこうその動物を保管したいっていう思いに駆られて、その島へ行ってですね、こうハンターたちであったり研究者たちであったりっていうのが、その動物たちをそのオオウミガラスをですねこう連れ去ってしまって、最終的に剥製はいっぱい生まれたんだけれども、その実際に生きるそのオオウミガラスっていう動物がいなくなってしまうというお話になってまして、本末転倒というか、こうなんかやるせない気持ちになるような物語なんですけれども、やっぱりこういうことって、別にこの絶滅っていう大きなテーマに限らずやっぱり往々にしてあって、こう目先の目的にとらわれてね、やっぱり本質的な目的っていうところを見失ってしまって行動するっていうことは、割と日常生活でも起こりうる問題で、なんかある意味こう人間の差がというか、本性的な部分なのかなとも思ったりしたんですけれども、そういった意味でもこうなんか絶滅っていうテーマですけれども、こう実生活にもこう落とし込める部分があるっていう学びを得られる作品だったんじゃないかなと個人的に感じた部分がありました。はい。ここからは雑談チックになってしまうんですけど、絶滅っていうキーワードをこう考えた時にパッとね一つ思いついた作品があって、それがこちらの星新一さんの「午後の恐竜」っていう作品なんですが、この作品自体は多分割と有名な作品だと思うので知ってる方も多いと思うんですけれども、あらすじとしてはある日目を覚ますと世界中がですね絶滅した動植物で溢れていたんですね。その恐竜みたいな昔の生物が街を闊歩していてですね、で見たこともないような不思議な形の植物とかが家の中に生えていたりみたいな感じで、世界がすごくあべこべな感じになっていて、実際にねその、動物だったり植物だったりっていうのを触ってみるとすり抜けてしまう感じで触ることはできなくて、じゃあ幻覚なんじゃないかって思うんですけど、その現象としては幻覚っぽいんですが、世界中のね全世界の人々が同じものを見ていて、同じ現象っていうのが起こってるんですね。でその幻覚的な現象っていうのが徐々にですねまるで世界の歴史をたどっていくように、最初は数十億年前の世界に住んでいたような生物から始まって、徐々にじゃあ恐竜が出てきて、それがもう少し先の時代の翼竜みたいなものが出てきてみたいな感じで、徐々に歴史を追って現れる動植物も変化していくんですね。でそれを見ながら、すごいねみたいな感じで主人公たちはですね喜んで見ているんですけれども、その不思議な現象っていうのが、実は何なのかみたいなところが、この物語の軸になっていて、ちょっと最後のネタバレだけは避けるんですけれども、ショートの作品で本当に、多分十数ページ20ページくらいしかないと思うので、すぐ読めるので是非読んでいただければなと思うんですけれども、これがいわゆる絶滅した動物が出てくるっていうところで、なんとなくもちろん内容としては全然関係ないんですけど、絶滅ってキーワードで聞いた時にパッと思い浮かんだ作品だったんですが、これが僕はもともとはショートの小説なんですが、その本を読む前にですねNHK でやってた星新一さんの作品を、アニメ化するみたいなシリーズがあって、それで確かその「午後の恐竜」という作品を見てですねすごく印象に残ってまして、結構ね独特なタッチでその、アニメーションが描かれていて、目の前を通る恐竜のなんていう迫力みたいなものがすごく絵で表現されていたんですよね。でそれを見て、その星新一さんの世界っていうもののなんか、奇妙さみたいなところをより体験的というか、映像的にね感じることができて、すごくそれから印象に残っていて、星新一さんの作品いろいろ読んでるんですけど、その中でも結構「午後の恐竜」っていうのは好きな作品でして、そのアニメも是非皆さんに見ていただきたいなと思って調べたんですけど、どうやらねパッケージ化されてないみたいで、ちょっとどっかもしかしたらアーカイブみたいなところで見れるのかもしれないですけど、パッと調べた感じはちょっと見る手段がなくて残念だなと思ったんですが、一部ね、その星新一さんの作品の、アニメーションっていうのがDVD で出ていたりもするので、他の作品もね結構いろんな、その作品に合わせたこうタッチとか雰囲気でアニメーションが作られているので、すごくね小説をもともと読んでいる方でも面白いと思いますし、星新一の作品に触れたことがないっていう方はね、その導入としてもすごくいいと思うので、ぜひね気になった方は、見ていただければいいのかなと思います。はい、であと、ちょっと絶滅っていうところに関連してなんですが、次にご紹介したいのが、こちらですね、ユリイカの、2018年10月号、図鑑の世界という、本になるんですけれども、ユリイカという、批評雑誌と言っていいんですかね、いろんなテーマで、評論であったりとか、詩であったりとかインタビューだったりとかっていうものを載せて毎月発行されている、雑誌になるんですけれども、この号がですね、この図鑑の世界ということで、図鑑をテーマにして一冊作るという、なかなかこれも、ニッチな内容になっているんですけれども、もともと僕はこのね、表紙に惹かれて買ったんですよ。この表紙が僕がよく紹介してるんですけど、柏井さんっていうイラストレーターの方が表紙を書かれてまして、すごくねこれいい表紙だなと思って、これよく見るとこの下にパッケージングされている、動物たちがですね、いわゆるこう絶滅してしまった動物たちになっていて、実際この絶滅動物物語に出てきている、ドードーとかオオウミガラスとかですね、その辺の動物たちが描かれていてですね、非常にこうそういう演出的な部分もいいなと思うんですが、中身としては先ほど言った通りですね、いろんなこう研究者の方だったりとか、作家の方であったりだとかっていうところに、図鑑っていうところをテーマにしてインタビューであったり、評論であったりっていうところを、書いてもらってるっていうような、内容になってまして、本当にねいろんな視点からこの図鑑っていうものが何なのか、図鑑ってどんだけ面白いものなのかっていうところを書いていてですね、僕正直そんなに、図鑑というものに興味があったわけではないんですけれども、これを読んでね割と図鑑って面白いんだなっていうのを改めて感じることができた一冊でした。結構ね専門的な話とかも入ってるので読むのは大変なんですけど、パラ読みでもね面白いぐらいの、すごいボリュームになっていて、個人的に面白いなって思ったのが、いわゆる学習図鑑と呼ばれるような、子供向けの図鑑ですね。皆さんも多分子供の頃に昆虫図鑑とか恐竜図鑑とか、いろんな図鑑をね手にして、見たことがあると思うんですけれども、ああいう子供向けの図鑑っていうのは結構日本独自のものらしくて、より専門的なね図鑑っていうのは海外西洋とか欧米にもあると思うんですけど、結構僕らとしては当たり前にあるものだったじゃないですか。なんですけどちょっと特殊なものだったっていうのはすごく意外だったなと思いましたし、すごく印象的だったのはその子供向けの図鑑ってやっぱり子供向けっていう印象があるじゃないですか。だけど、ある意味子供向けだからこそ、すごく学習に役立つように作られていて、すごくね、いろんなこう見せ方だったりとか、その説明だったりとか、いろんなところで細かい部分までこだわって作られているっていうことを、いろんなね評論とかで書かれていて、是非ねその大人の方にこそその子供向けの図鑑を手に取って見てみてほしいみたいなことをおっしゃられている方もいてですね、大人になってからそれこそそういう図鑑っていうものを手に取る機会っていうのはなかったんですけど、改めてそこの認識っていうところが書き換わったというか、なるほどなというふうに感じた部分ではありました。で、あと面白いなと思ったのが、一つにですね、ゲームと図鑑という、評論というか、が書かれてましてですね、ゲームっていうのは非常に図鑑的だと、図鑑の要素が詰まっているっていう、話になっていて、ざっくり言うと一番想像していただきやすいのは、いわゆるポケモンとかああいうものって、そのモンスターたちを集めてまさしく図鑑を完成させていくじゃないですか。で、そういう直接的に図鑑を完成させるっていうゲームもありますし、例えばじゃあ作中に出てくる武器を集めたり、アイテムを集めたり、こうそれこそ物語を奇襲していったりっていうのも、ある意味でこう図鑑というか、その世界の要素を集めて、その物語全体を見ていくっていうことで、ある意味すごく、図鑑的な要素が強い。さらに言うと、そもそもその世界、作品世界、ゲーム世界を作るにあたって、その裏側にこういろんな設定があって、じゃあ例えばこの世界にはこういう人たちが住んでて、こういう動物たちがいて、こういう植物が生えていてみたいな、そういうこう裏側の設定っていうものがいろいろなされて、その作品世界っていうものが作られているわけですね。そういった意味で言うと、こう実は裏側にこうその図鑑的なもの、いわゆる設定とか、ルールとか、その作品世界の、条件っていうものをこう取りまとめた図鑑っていうものが実は裏側に存在していて、そのある意味そのゲームを体験することで、その図鑑っていうものをこう追体験していくみたいな、そういうものになっているから、ゲームっていうのは非常に図鑑的であるみたいなすいません、ちょっとかなりざっくりした説明になってしまったので、是非ね、詳しくはこの本を読んでいただきたいんですけれども、なんかある意味こう、図鑑的にその物事を収集するっていうこと自体が、僕たちこう人間のもともと持っている特性じゃないですけど、そういうこう根源的な部分でもあったりするのかなっていうのを感じたりして、そこの、やっぱり面白さっていうのは絶対にあって、それを考えると図鑑ってすげえ面白いものなんじゃないかなみたいなところを感じたりとかしてですね、新しいこう知見というか、そういったものを得られる本だったんじゃないかなというふうに思います。ちょっとね、絶滅っていうところからは、だいぶ離れちゃったんですけど、奇襲収集っていうところでね、そういった意味で言うと、この、絶滅動物物語っていうのもね、まさしく図鑑だと思うんですよね。絶滅してしまった動物を、奇襲して、物語として一冊に落とし込むっていう、そういった意味ではすごく意義深い作品なんじゃないかなということも思ったりしました。すごくね、おすすめの一冊でございましたので、こちらの絶滅動物物語ですね、ぜひ読んでいただきたいなと思います。というわけで、こちら今週の一冊でございました。はい、こんな感じでね、今後も週に1回ですね、その週に読んだ本とか漫画とか、いろんな作品をですね、こういった形で雑談チックにご紹介できればなと思いますので、ぜひ楽しんでいただければなと思っております。そんな感じで本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またどっかでお会いしましょう。さようなら。